最後まで全力で頑張っていきたいと思うんですが、そうですね、こう12年間エビ中としてやってきて、まあいろんなねことに感謝してるんですけど、本当に感謝してる人が、まあ、一人いまして、まあ、今空から見守ってくれていると思うのですが、皆さんも大好き、出席番号9番松野里奈、多分、来てくれてると思います。呼んだんで来たと来ていると思います。そうですね、その、まあ、よくね番組とかでもインタビューとかでもよく喋ってたんですけど、最近このやっぱ卒業を控えた私はこうその卒業にあたってなんかインタビューとかすごいたくさん、ありがたいことにさせていただいてるんですけど、その中でこうやっぱ印象的だったことってありますかとかたくさん聞かれるんですけど、やっぱり自分にとって、エビ中で番組をエビ中タスタスというね番組やってたんですけど、そのなんか観覧車に乗る企画で私とリナが2人で観覧車乗って、こう私がちょうど難聴になってから復帰した直後だったんで、こうそうみんなと一緒に行動もあんまりできてなくて、そのロケの日も別行動でこう車で移動したりなんかしてたんですけど、その中で観覧車でリナと2人でいろいろ喋ってて、最初はなんかなんだっけイケメンになりきるゲームみたいなやってたりしてたんですけど、後半になってこうなんか真剣な話、まあ、私もやっぱこうエビ中にその難聴になってから戻る時っていうのがとっても不安なことしかなくて、なんかやっぱみんなに迷惑をかけてしまっているっていうところがどこかあったりとかしてたので、なんかこうエビ中に戻るっていうことがすごい不安だったんだみたいな話をリナにした時に、ひなたがいなきゃエビ中じゃないでしょみたいな感じでリナが言ってくれて、私はその言葉にすごく救われて、でここまで12年間やってこれたのももちろんいろんな環境があって自分の気持ちもありますけど、そのリナの言葉っていうのはすごくやっぱり自分の中で大きくて、リナのおかげでやっぱ続けてこれたっていう部分があると思うので、改めてなんかリナに感謝したいなと思います。リナありがとう、聞いてるかな、ありがとうね。続いての楽曲ブロックなんですけど、まあ、私からリナに、まあ、感謝と愛を込めて続いてのブロックを届けたいなと思うので、皆さんサイリウムの色をもしよければ青に変えていただけたら嬉しいです。あのオレンジだけだったら全然、あのチラチラオレンジも全然大関係な、リナ大丈夫だよね、リナに怒られなきゃ大丈夫だ、あれはすごい綺麗な青でありがとうございます。リナもきっとこの景色を見てくれていると思うので、みんな、私もそうだけど、みんなも一緒にこうリナになんか気持ちを伝えてもらえたら、この盛り上がってる楽しんでる様子がリナに伝わったら、リナきっと喜んでくれると思うので、最後まで次のブロックは楽しんでいただきたいなと思います。それでは、最初の楽曲は私とリナにとってとても、なんだろう、印象深いというか2人だからこそ歌えた楽曲だったなと思います。それでは聴いてください。松野里奈と柏木ひなたで盆栽ガール。いつも隣に盆栽か、君の隣に盆栽か、いつか心はつながる日向で待つの。いつも隣に盆栽が、こんなとこにも盆栽が、好きな気持ちはつながる。君は天才、僕は盆栽、よくわかんないそんな展開、今日もこんなありそうな夜。
しどうだい、うまくやれそうかい、気絶しそうな瞬間、泣いて泣かない空見上げてない、いつだって僕らは満開、君がいるから、あいあいあい、いつも隣に盆栽が、君の隣の盆栽が、いつか心はつながる、日向で待つの、いつも隣に盆栽が、こんなとこにも盆栽が、好きな気持ちはつながる、日向と待つの。時々涙を隠してることも知って、それでもあなたは笑ってきてくれたんだ。忘れたふりをしていた思い出の結晶、これからもつなげていけるような気がした。だから伝えたいことがある、私を信じてくれてありがとう。声にならない声で誓うよ。頭からポップコーン弾けてしまう。夢みたいなことはそこから始まるのだろう。モヤモヤしている、でも何がしたい衝動、諦めてしまうことに意味なんてない。時は巡る不安だ。
切ないんだろう。時間が出した答えが胸を締め付ける。おはようの声と頭にポンと置かれた手は大人の香りがしてる気がした。教室の窓いつも見てた。ならばきっと今も気づいてないよ。さよなら、いつか話すよ。その時まで帰り道、一人でそっとつぶやく。好きだよきっと。それでもさよなら、春が近づいてあなたに会えなくなるんだね。伝えたいこの気持ちだけがずっと言えないままでした。本当はすごく寂しいんだよ。一緒に帰った日、自販機ホットのミルクティー、温まるよって君がくれた小さな宝物。きっとときめいてるのはこっちの気持ちだけよね。自然に私の頭をポンポン叩けるとか、君の態度はずるい。夢に出てこなきゃいけないよ。走らなきゃ
しそうなくらい言いたいことは山ほどある。思考の回路が絡み余計な言葉がついて出る。やっちゃったらまたやっちゃった。嫌いなわけないのにごめんの一言がただ伝えたいだけなのに。始まりはキラキラ、この恋はセブンカラー、止まらない気持ち君が教えてくれた。始まりはキラキラ、見上げたら
君への思いは七色ありがとうございます。いやよかった、届いたかな、届いたでしょう。届いたと思います。皆さんも青のサイリウムありがとうございました。すごいこっちからもすごい綺麗でした。ありがとうございます。リナも綺麗だったでしょ。ねえ。ありがとうございます。いや、盆栽ガールはエビ中の天才盆栽中学生かっこかりっていう番組をリナと2人で、やらせていただいていた時のに歴史の池ちゃんに作ってもらった楽曲で、ライブでやったことなかったんですけど、なんかどうしても、自分が卒業する前にやりたいなと思ったので、セットリストに入れさせていただいて、メドレーはリナの好きな楽曲だったり、私がなんかリナのこの曲を歌ってるところが好きとか、このダンスしてるところが好きっていう楽曲が何個もあったんで、全部フルでやるともうなんか3時間以上のライブになっちゃうんで、それはさすがにできないなと思ったんで、あ、メドレーにしようと思ってメドレーにさせていただきました。いや楽しかった。皆さんも楽しんでいただけましたか。ありがとうございます。リナさんもうオレンジに戻させてもらってもいいかい。良いでしょう。皆さんありがとうございます。全然青大歓迎ですので、振っていただいても全然大丈夫です。ありがとうございます。